般的に皆さんが持っている自由診療と自費診療っていうのをちょっとまずは説明しますけど、歯の治療をしてて最終的にかぶせる歯が銀歯にするか、なんか白い歯にするかで、例えばその銀歯だったら保険で、それ以外のちょっと白いものを入れるのだったら保険外ですよっていうのが一般的な多分保険と保険外の治療の違いだと思うんですよ。実は私たちが行っている自由診療っていうのは最初の初診の入り口から保険診療してないっていう病院なんですね。保険診療で一般的に初回に通うと思うと、まあ、1回のそのアポイントが、まあ、おそらく30分とか、まあ、長くても多分1時間で初診のアポイントを見てくれたりだとか、まあ、ただ、ね、飛び込みで行くような患者さんもいらっしゃると思うんですけど、そうするともともと予約の患者さんの先生が見てて、隣の席とかに通されてですね、ちょっと待たされて並行してちょっとなんか衛生士さんとかにこう手伝ってもらいながら簡単にレントゲンだとか簡単な説明をして終わるっていうのが一般的なやり方だと思うんですけど、果たして自分があの初診で歯医者に行った時にそういう診察をこう受ける立場になったとするとですね、ちょっとこれなんか心配不安なんじゃないかな、前々から思ってたんですよ。でうちの病院は初診の方をまずは他の患者さんと並行してみないで、ちゃんと枠をちゃんと取って、まあ、30分でちょっとスタートしてみたって経緯があるんですけど、30分だとやっぱ写真撮ったりだとか、ね、説明するのがまず足りないってなったんですよ。この1時間で撮ってみたんですよ。今度じゃあ説明をしたりだとか患者さんの話を聞かせてもらったりするのが結構ポイントになってくるんですけど、1時間じゃだと話が十分聞いてあげられなかったくてですね、で今ではもう1時間半撮ってですね、お話も聞かせてもらってちゃんとお口の中もある程度チェックしてで説明もしてっていうと、もう30分30分30分でちょうど1時間半なんですけど、それが保険でやりましょうってなると金額設定的に赤字になってしまったりだとか、ニーズってそれぞれだと思うんですよ。患者さんももうとにかくさっと直してほしい人もいるわけですよ。そんな話とかも別に聞いてくれなくていいから、それはもうそれでいいと思うんですよ。でそういう歯医者さんね、歯科医も過去多いわけですから、でそういうところに思いの強い患者さんが来てしまうとですね、なんかお互いこう、ま、マッチしないですね。歯科医はもう本当に今、ね、6万件以上、まあ、7万件近くあると思うんですけど、その中でいくつかの割合の歯科医がこういう全く保険をしないような歯科医があってもいいんじゃないかなと思うんですよね。そこに存在意義をこう見出してやってるわけですね。一番初診の時もそうですし、検査する時、検査の結果を説明する時、治療の見積もりを出す時っていうのも全部私がやってるんですよ。歯周病の検査とかは衛生士に手伝ってもらってますけど、それ以外の検査だとかそういう説明はもう全部私が一対一で行ってるんですけど、やっぱそこの説明がですね、私以外の人がするとより深いところの説明を聞きたいところが聞けなかったりだとか必ず出てくると思うんですよ。自分が患者さんの立場に立った時にその方がもう絶対いいなと思ったんで、そこは私の労力を惜しまずですね。必ず必要なものってやっぱあるんですよ。一番大きいのはやっぱマイクロスコープですね。歯の治療っていうのはもうこんなちっちゃいわけじゃないですか、ね、細かいところを治療するって話になると肉眼だとどうしてもね。でマイクロスコープは術野がですね、そのまま動画でも静止画でもこう記録できるんで、こう手を動かすような治療してる時は全部動画で記録してるんですけど、まあ、それをしっかり、ね、説明できる。であとはまあ自分の治療がちゃんとしてるっていうのも伝えられますし、これマイクロスコープがないっていうのはまあちょっと私としてはまあなかなか考えられないので、それが一番の軸で考えてますよね。診療室の環境としてはそれが説明できる環境、すぐ真横に別の患者さんが座ってたりとかすると説明もできないじゃないですか。だから一つの診療室がある程度の広さがあるってことですね。でちゃんと個室になってるってことがポイントなんですよ。うちはだいたい6畳ぐらいあるんですかね、一部屋がね。衛生管理はまあ実はね、それコロナだからっていう話以前にですね、もうすでに我々は大学の中でそういう話ってすごいこう言われてきてるし、してきてるんですね。だからそれをもう当たり前のようにやって開業してれば、まあ、私も開業して今5年ですけど、今コロナだからってなんか特別にすることって そんなにないんですよ。消毒滅菌設備、あとヨーロッパの洗浄滅菌規格にのっとった設備を開業当時から入れておりますので、まあ、あとはまあこういう病院の仕組みで運営しているので、私たち見てる患者さんって1日に3人から4人ぐらいなんですよ。ということはですね、待合室で人がごった返すこともないですし、バタ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 なんか出入りがあるわけじゃないので、まあ、そういう意味でも感染対策としては十分効果的かなと思ってますけど、
なんか予防のためには歯磨きが大事とか、そういうことは患者さんって分かってると思うんですけど、何分やればいいんですかとか、どれ使えばいいんですかとか、まあ、そういうことが予防の一歩だと思ってる方が一般的には多いんですけど、そういう簡単な話じゃなくて、歯磨きをもしちゃんとやろうと思ったら、自分の口の中のことをちゃんと知らないとそれをケアすることはできないと思うんですよね。最初の第一歩はうちでやってる歯科ドック検査をきちんと受けて、自分の口の中がどうなってるかきちんと正しく知っていただくっていうことがまず最初の大切なことだと思います。自分の状態を知ってどう思うかは人それぞれだと思うんですよね。まあ、健康でいたいって思ってる方の多くはやっぱその自分の状態を知ったら、あ、なんでこうなっちゃったんだろうとか、どうしたらいいんだろうって思ってくださるので、そういう方が歯科衛生士の私の予防処置とか、歯周基本治療って呼ばれる歯周病の予防とか歯周病の治療に入るわけですね。で、そこでやることは、なんで今の口の中の状態があるか患者さんと一緒にこう分析していくことなんですよ。最近のことだけじゃなくて、小さい時から遡って、初めて虫歯になった時がいつだったかとか、いや、そもそも虫歯ってどうしてなるんだっけとか、そういうところをこう患者さんとお話しして、まあ、もしなってる人は、まあ、その原因をちゃんと理解して、今後一生繰り返さないように予防の方法とか使った方がいいグッズとかを説明して、まあ、その病気の原因をちゃんと理解してもらった上で、ブラッシングのトレーニングに入っていきます。具体的には1時間半かける4回ぐらいのしっかり時間をとって一生続けられるようなセルフケアをお伝えしてるんですけど、時間経つとちょっと自己流になっちゃったりすることってよくあると思うんですよね。まあ、メンテナンスに来られた時にプラークがついてるところをお伝えして、ブラッシングの練習をしたりするっていうのが、まあ、個別にやっているフォローアップで、3、4ヶ月に1回くらいYouTube でうちに通われてる患者さんだけに見られるような形でブラッシングのやり方を、まあ、私が歯磨きしてるのをこうお手本磨きみたいにして、みんなで一緒に歯磨きしようみたいな感じで、一緒に歯磨きしてこうポイントを解説するっていうのでフォローアップをしたりしています。あとは LINE の公式アカウント、新百合ヶ丘南歯科のアカウントがあって、通っている患者さんには登録していただいてやり取りをするんですけど、こう何か新しくいい予防グッズを発売し始めたらこう情報を発信したり、個別に何か患者さんが疑問に思ったり心配になったことがあれば、そこで LINE のメッセージを送ってもらえれば個別のやり取りもできるので、まあ、たくさん患者さんがいらっしゃるような院だったら、その個別の対応を全ての人にするっていうのはかなり大変なことだと思うんですけど、うちは1日にその3、4人の本当に少ない人数の患者さんを丁寧に拝見しているので、個別の対応も可能ってことですね。うちの目標っていうのは実はもう十分達成されてるんですよ。やっぱ一番のその医療の大事なところって、その実は予防なんですけど、病気にならないのが一番いいじゃないですか。で、予防っていうのをやろうと思うと、やっぱ保険診療だとなかなか考え方もなかなか日本では浸透してないと思うんですけど、それをもうできるように仕組みを組んでてですね、実際その予防の仕組みにのっとって患者さんが通院していらっしゃってるんで、すごい状態がいいんですよ。皆さんうちに通ってる方って、予防と治療とメンテナンスっていうのは全部こう仕組みであるわけなんですけど、そういう流れで患者さん通ってらっしゃるんで悪くならないですね。まあ、仮に悪くなるとしたら、そこはまあ元々そういう状況で様子を見てた歯が悪くなってしまうこともあるかもしれないですけど、そんなことも先にもう説明してますから、こういう歯が一箇所だけちょっとあるんですけどね、今後なんかあるかもしれないですけどっていう話もしますけど、基本的にはもうトータルで予防ができている状態なので、そういう意味ではもう患者さんにとっては理想な状況になってるかなと思いますし、私ももう十分理想は達成してると思うんですね。ただこういうやり方の歯科医院があるっていうのをまだ知られてないようなところもあって、本当は探してるんだけど見つかってないっていう患者さんもいらっしゃると思うんで、そういう患者さんに知ってもらえればね、よりいいと思いますし、求めて探してる患者さんをこうが見つかるような病院になればいいかなと思います。